はい、それではウィッシュルームの続きをやっていきましょう。チャプター5に入ったところからかな。ん？電話だ。誰だろうね。レイチェルに、あれかな？ポスターゾーンの話を聞いたところだったから、その続報かな？お、来た来た。お疲れ様。お互い様だけどな、このお疲れ様は。まだ働いてるんだもんな、レイチェル。住み込みだったりすんのか。さっき頼まれていたオスターゾーンについての情報が手に入っては？聞かせてくれ。オスターゾーンは1875年生まれのイギリスの画家。1910年、35歳の若さで亡くなっていて、その詳しい経歴は不詳。35歳。めちゃくちゃ若いな。生前は画家としてほとんど評価されることはなかったけれど、死後40年以上経って書き残した作品が十数点発見されたことで、突然脚光を浴びるようになったかからしいわね。オスターゾーンの作品は現存する作品が少ない上に、その繊細で独特なタッチに魅了されたコレクターが多くて、その絵の価値はとんでもなく高いものになっているそうよ。35歳で亡くなって、作品の数もそもそも少ない。確かに現実でもそういう画家の作品があればかなりレアになってそうだよね。中でも一番価値があるのは扉を開ける天使という作品。扉を開ける天使。サマーさんのしおりに描かれている絵もこれだって言ってたね。まあしおりのサイズだからな、全体像は見えないけど。でもその絵盗まれてるのよ。盗まれている。マンハッタンのトラビス美術館から3年前に。3年前。扉を開ける天使は小さな絵の多いオスターゾーンの絵の中で一番大きな作品で一番人気があるらしい。ほう。カエル？なんだ？どうして突然オスターゾーンのことを知りたかったりするの？天使の絵について知りたいからだ。天使の絵。このホテルでキーワードになりつつあるもんな。このホテルでブラッドリーの情報が手に入った。あなたが探している人ね。ブラッドリーは俺が刑事だった時の同僚だ。この辺の話まだしなかったんだな、レイチェルに。3年前ブラッドリーは俺を裏切って、潜入捜査先から大金と天使の絵を持ち出して姿を消した。俺は奴がどうしてそんなことをしたのか。それが知りたくて奴の行方を探している。エドはまだ外出中か？結局何の用事なんかもまだ分かってないんだよな。帰ってきたら連絡する。頼む。ブラッドリーのことを話してくれて。地味になんかこの二人も仲が進展していそうな感じだな。さてと、8時か。ローザとの約束の時間だ。あれ？ローザとの約束だったっけ？あれだよね。飲みに行かないかっていう話じゃなかったっけ？廊下の手前のドアから誰か。お前か。相変わらずこのよくわからないポーズ。何かを抱きかかえようとしているポーズにも見えるんだけどな。非常に気になる。ん？どうした？てんてんてん。声をかければいいんじゃないのか？どうした？何かあったのか？顔色が悪いぞ。別に。そうか、ならいい。じゃあ俺はこれで。ん？ちょっと待ってよ。なんだ？フロントで何か言われた？何か？荷物の話か？でも何を確認しようとしているのかが気になるな。なぜそれを聞くんだ？ちょっとまだ手の内を明かさずに行くか？なんだ、何も聞いてないの？聞いている。あ、あんたの荷物が盗まれたって話か。言っちゃうんだな。ってことは言わないと進まない系なのか。そう、聞いたの？どっちやね。俺に話して、やっぱり揺さぶりをかけてきてるっていう感じなのか。まあ聞いとこうか。あんた何を取られたんだ？言えないよ、そんなこと。この思わせぶりな態度がな、なんかな。もやっとするよな。2万ドルか？直接言ってやるのはどうなんだろう。これはちょっと、怖いよな。2万ドルか？
どうしてあんたが知ってるんだい？ああ、君が盗んだんだね、みたいな。そういうしらばっくり方をして、あれ、ダニングに報告されても困るから。なぜだって聞いとこうか？だって、もしかしたらハヤさんが犯人かもしれないんだから。もうすぐあのマッサが、客室を回ってみんなの荷物を調べ始める。ハヤさん、あなたの部屋もね。嬉しいか？ん？盗難になって困った顔もせず、三人の探しが楽しそうだ。どうした？後ろから声がした。出たー。もうこの立ち絵を見るたんびにな、ゲームオーバーを思い出してしまうな。すっかりダニングさんがこのゲームの、ゲームオーバー役になってるからな。何かあったかね？いや別に、ちょっと話をしていただきだ。でもそうか、このタイミングでダニングさん来るってことは2万ドルの話を振ってたら危なかっただろうな、多分。揉め事は勘弁してくれよ。だったらさっさと調べろよ。どうして調べないんだ。うん。腕組み対決。ジフは黙って立ち去った。困った客だて。参ったな、まったく。奴の盗難品を探して、他の客の部屋を調べる気か？俺の手でそんなことをする気はない。捜査が必要なら警察を呼ぶよ。だろうな。でもな。どうした？何かあるのか？早く警察を呼んだらどうだ？それはちょっとこちらとしても困るんだよな。それに、今の流れからだとこっちの方が自然だよな。何か気になることでも？いや、どうなんだろうって。何が？エンゼルさんだよ。あの日はどこかおかしくてね。そうだな。俺も同感だわ。どこかおかしいよな。具体的にどこがって言われるとちょっと説明しづらいんだけど、どこかおかしいよなって。ジーフのどこがおかしいんだ？俺が名前を呼んでも気づかないことがあった。ああ、そういうことか。まだ偽名に慣れていない時のパターンだな。気づかない。ああ、エンゼルさんと呼びかけても知らんぷりだ。何度か繰り返し呼んだらようやく気がついた。それに盗難になったというのにそれほど困った様子は見せない。そこは、あれだね、カイルさんも今気づいていたところだったね。ただ他の客が盗んだに違いないから、早く他の客を調べろとそればかり急がせ。あんたは奴が嘘を言っているとでも？それはわからん。でも警察をここに呼んで騒ぎになるのはごめんだ。どうするんだ？あと1時間考える。1時間？そしてもう一度エンゼルさんから話を聞かせてもらって、警察に電話するかどうか決めるよ。そうなるとカイルさんの命運もあと1時間しかないってことだな。ダニングはそう言って立ち去った。実際に警察来て調べられたら終わりだからな。でもまああと1時間あるから、それまでは、バーでゆったりってことかな。てか、ローザとの約束って何だったっけ？バーではないんだったっけ？バーの約束は、あれ。ヘレンさんだよな。めっちゃドアノブに近いところでノックしちゃった。あ、開いてない。ってことはまだか。ローザとの約束って何だったっけ？マジで覚えてないんだけど。ローザさん？あれ？いなくない？ローザ、あれか！ミラとお話をしよう的な感じのあれかな？ちょっと思い出したぞ。ということは、あれか、フロントの近くから抜けていけばいいの。そういえばそんな話してたな。でも結構前じゃないか。チャプター3くらいで話しなかった？それって。1チャプターまたいだような気がするから。ちょっと微妙に覚えていないけど。メインオフィスダニングだから、ここか。おいたいたいた。よかったよ、自力で思い出せて。ハイドさんちょうどよかった。あんたが来るのを待ってたんだ。何かあったのか？ミラの具合が悪いんだよ。ええー。それは良くない。少し熱があるみたいでね。ひどいのか？少し疲れてるだけで大したことはないと思うけど。用心のためにフロントで薬をもらってくるよ。あんたは先に私の部屋に行って、ミラを見ていておくれよ。断るっていうのもな。心苦しいからな。ここは素直に受けておこう。すぐに戻るから頼んだよ。ローザはそう言って立ち去った。あれ、バーって9時だったっけな？ 8 時じゃなかったかな？まあいいや、とりあえず、まずはこっちだね。はい、いるよ。ミラはどうしているんだろう。
ちょっと特殊な感じになったけど。大丈夫か？寝ているのかな？おお、横になってる。ロータさん、ベッドで寝かせてあげればいいのにな。急に熱が出た感じなのかな。寝てるのか。おい。なでなで。お、起きた。ミラってブロンドっぽいんだな。なんか白髪っぽく見えてたけど。やっぱりこのイラストだとちょっと白が貴重になってるだけなんだな。今ローズがお前のために薬を取りに行ってる。無理をするな。初めて会う人間ばかりで少し疲れたか？カエルさん優しい。お前に聞きたいことがあるんだ。教えてくれ、そのブレスレットは。誰かにもらったのか？お、ここいる。誰だ、それは。おー、なんか、急に確信をついた感じになってきた？これは言えないのか？話せない。秘密にしなくちゃいけないとかではないのかな？字は書けるか？お、筆談切るか。そのブレスレットを誰からもらったのか、これに書いてくれないか？俺はミラに手帳をひろりと渡した。お、なるほど、喋るのがちょっと NG なだけなんだな。手帳を受け取って、ん？なんて書いてあったんだ？メモ帳の、パパ？パパ？ブレスレットをくれたのはお前の親父？うん。父親の名前は？これに書いてくれ。手帳を広げて。文字を書いた。ん？毎回ハテナってなるんだな。ロバート・エヴァンズ。エヴァンズさんっていたような気もするけど、ロバートっていたっけ？前の父親の名前はロバート・エヴァンズ。そうなんだな。そのロバートさんからブレスレットをもらったと。これに書いて教えてくれ。ん？これはダメなのか？教えてくれないのか？ん？帰ってきた。ローザさんが戻ってくると雰囲気がガラッと変わるな。ミラの面倒を見させて。ミラの様子はどうだい？起きて俺と話していた。少し顔色は良くなってきた。気分はどうだい？お、なんかニコってなったね。じゃあ俺はこれで。本当にちょっと疲れてただけっぽいな。まあ刑事としてはなんかいろいろ尋問をするのがメインなんだろうけど。おお。なんだかんだ人とお話しするというかコミュニケーション取るのは得意なんだろうな、カエルさん。割と顔出すけどな。こんなところで何をしている？大丈夫だよな。後ろめたいことはないよな。あんたにはこっちの廊下に入ってくるようなんてないはずだ。怪しいことを慎んでくれ。あんた疑わなくちゃいけなくなる。怖いんだよ、そういう言い回し。少しは部屋でじっとしててくれ。ダニングは部屋の中に入っていった。カエルさん、こっちに火がないんだからな。言い返し欲しかったな。だが今の感じは部屋でじっとしていてくれ。だから部屋に帰れってことじゃないのか？もしかしたら電話をかかってくるかもしれないし。お！ん？誰か来た。電話はかかってこなかったけど。誰だ？このタイミングでしょ？エンゼルさんかな？誰だ？あ、メリッサか。はい、ドジさん。何気にちょっとポーズ似てんな、この二人。同じようになんかジャケットに手突っ込んでるし。お願いがあるの。なんだ？羽が取れちゃったの。あの人形か。羽？お人形の羽が取れちゃった。そんなもの父親に直してもらえ。パパにできるはずないじゃん。もう完全に信頼を失ってんな、パパ。俺にそんなこと頼んでくるな。そうだよ、カエルさんにだってできないかもしれないだろ。ローザさんに頼めばな、まだやってくれそうな気がするけど。だってサマーさんが言っても、おじさんならお人形も直せるかもしれないって。なんで？サマーさん、なんで俺に？カエルさんになんと押し付けてくるんだ。あれか、
いろいろと暴いた恨みみたいな感じなのか。はい、おじさんは便利なものを売ってるセールスマンなんだって。あー、そう言われたらいいもん持ってたな。サマーさんが言ったの。はい、おじさんなら飲料に姉をつける道具持ってるよって。サマーのやつ余計なことを。でもちょっとなんか仲良くなった感じがするな。こういう無茶ぶりをさせられるっていうのは。余計なことって何？飲料の修理なんかできるか？わかった、ちょっと待て。なんだかんだ泣かれると困るってやつやな。俺にはハンディミシンがある。あれ？こっちやったっけ？こっちにあった。エドが送りつけてきた新商品がある。まさかこのことを見越していたのか、エド。ハンディミシンが入っている。ここで使うんだな。でも普段裁縫をしない人でも、ちょちょいと人形の取れた羽をつけるぐらいだったら、あら不思議、簡単にできちゃいますよっていうのは本当に、セールスとしてはいいポイントなんじゃないのか。おじさん、お願い。お人形。片玉の天使ってことか。ハンディミシンで修理してやるか。お、来ましたね。そんな簡単な感じなの？これで？これで？いいのかい？すごい。チク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 ってできてる。すごいな。結構大雑把になぞっただけなのにちゃんと反応すんだな。よし、できた。ドヤ顔。おお、すげえ笑顔。これでいいだろう。これ持って帰れ。いいね。これは売れるんじゃないか。このサイズでホチキス系で、あんなにサクサクっとできるって。なんだ？おじさんはお兄ちゃんとお友達なの？お兄ちゃん？ルイス？名前わかんない。213号室の人。203号室ってピチピチのエンジェルさんのことか？どうしてそんなことを聞くんだ？この部屋から出てくるのを見たから、おじさんのところに遊びに行ってたんだよね。なんだと？やはりジェフが。ジェフでいいのかジェフなのかがわからんな。まあ、続き的にはジェフでいいのかな。なんでもないよ。さあ、人形を持って自分の部屋に帰れ。パパが心配するぞ。だが、素晴らしい勝利を得たな。メリッサは部屋を出て行った。8時40分。まだまだ夜はこれからって感じだな。さあ、どうする？部屋から出てきたっていうのは多分、あれをやったってことなんだろうけど。ジェフがこの部屋から出てきた。ジェフに話を聞いてみるか。うんうん。ということは、213号室だね。コンコン。返事はない。いないのか？どこに行ったんだ？ん？そういえば、レストラン前の廊下でジェフと出会ったとき、相変わらず、ピチピチしてんな。あ！ドアから出てきた。ジェフはあのドアの向こうで何をしていたんだ？ああ、そういうことね。またよからぬことをしているというわけだな。ここだよね。それにしても、ジェフはなんでカイルさんに罪をなすりつけようと思ったんだろうな。他にもいろんな人がいたと思うんだけど。あれかな？カイルさんがやたらといろいろなところに動き回っているから都合がいいと思われたのかな？